オッケー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 、おらおらおら、エイムラって関係ねえぜ。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。COD BOCW にアップデートが来ました。主に武器の弱体化関連ですね。 M16 と AUG、FFAR などがね、弱体化されましたけど、M16 系に関しては全然ちょっとまだまだ強いです、まあ、射程が短くなったりバーストの間隔が短くなったりしたんだけど、まあまだまだね、脅威になってるんじゃないかなと思います。でさらに今回アップデートでエイム曲線がね変更できるようになりました。エイム曲線はモダンオフェアの時からね、変更できるようになったんですけど、それが今作でもね、変更できるようになりました。でちょっとね今回は今作の、まあ、神エイムのなり方っていうタイトルで投稿してるんですが、まあ要は感度の決め方ですね。この前出した動画で、今作の打ち合い方の講座を出して、まあ、その中で感度は人それぞれなので、自分に合った感度を見つけていくしかないって説明したんですけど、今回はちょっとね、感度の決め方、合わせ方、見つけ方をちょっとね、考えました。で、その今回考えてきた、感度の決め方をちょっと話す前に、エイム曲線の説明ざっくりしたいと思います。まあ、設定画面ではなんか、エイムのレスポンス曲線タイプで、標準、直線、ダイナミックっていろいろ説明が書いてありますけど、で、とりあえず直線、いわゆるリニアは前作でもほとんど誰も使ってないので、まあ、こいつは消します、まず。で、海外トッププロ勢も、まずね、ダイナミックが前作が一番多かった。というかもう9割ダイナミック で一部標準、いわゆるスタンダードエイム曲線でやってる人がいましたけど、でなんでこんなにダイナミックが、前作も多かったかっていうと、まあ、一言で言うと使いやすいからなんですよ。まあ、使いやすいからみんなね使ってるんですけど、なんで使いやすいかっていうと、まあ、ちょっとね言葉で説明すると難しいかもしれないんですけど、まあ、初動がこう早くなってて、で SMG とか、AR でもまあ中距離で戦う場面、かなり激しく視点移動する場面において加速がかかってるので、まああっち向いたりこっち向いたりすごくしやすい、視点移動がしやすかったんですよ。でそれに比べてスタンダード標準のエイム曲線はずっと一定なので、まあ、激しい戦闘においてはちょっとまあプレイしにくいかなって個人的には思います。でこの標準かダイナミックかどっちがいいかっていう問題は本当人それぞれなんですけど、まあ僕の考えではね、僕の中ではダイナミックは近距離中距離で戦う人が、まあ、使った方がいいかなっていう。で標準は主に、遠距離で戦う AR 系のプレイヤーが使った方がいいのかなと思います。僕のチームメイトのゴロー君だけちょっと標準スタンダードエイム曲線でプレイしてるかな、 AR 戦なんですけど、まあ、近距離中距離でこう激しい視点移動をする方は、まあ、ダイナミックがおすすめだと思います。で僕の感度とダイナミック曲線は、まあ、このような形になってます。はい、というわけでここからは僕が今日考えてきた感度の決め方なんですけども、まあ、自分に合う感度って要は近中遠どの距離でも自分が思うとこにしっかりと、まあ、エイムができてることだと思うんですけど、それをボット打ちでエイムアシストなしで見つけるっていうやり方が今回僕が考えてきたやり方です。もう単純にエイムアシストなしの状態、もう自分の右スティックと左スティック回せて、その自分の手の動きだけでしっかりとどの距離でもエイムがしっかりと合っている、大体合っている、まあ、状態であれば、まあ、自分に合った感度じゃないかなと思います。で感度はまあ本当高すぎない方がいいと思います。あの SR プレイヤーじゃない限りは、まあひたすらにエイムアシストなしで、まあ自分に合う感度とエイム曲線を、見つけていってください。あとは頑張ってください。というわけで今日はね、あの MP5 使っていくんですけど、アップデートでちょっと前の、1個前のアップデートで MP5 が弱体化されたんですけど、今回のアップデートでなぜか元に戻ってるんですよ。でもその元に戻った MP5 また弱体化されます。今回このミスで、アップデートミスで元に戻っちゃったらしくて、というわけで今回のカスタムこのような形になってます。でアタッチメントは、マズル一番上、バレルも一番上、アンダーバレルも一番上、ハンドルも一番上、最後のストックだけノーストックでやってますね。はい、というわけでやっていきたいと思います。さあ開幕はフラグぶち込んで、今フラグ当たったな、カドリー、あごめんごめん下だった、ソーリーいないね、かなり引いてみてるから。そう、最初の入れは真下なんだよな、ここの距離いけるかな、いけましたね。オッケー、登ってきた人倒してショットガンだったからね、危ないね。さあ、おお、もう一枚奥やれるかな、あと一発足らないか、どうしようかな。うおー、なるほど、あれは MP5 じゃ倒せないな。ちょっとその人の武器
もらいたいかなと思ったけど、よし、じゃあ降りちゃおう。よしよしよし。で、エリアは、だいたい角にいるよね。これ SR じゃん。おお、遅い！覗き込みが遅い。ここ来るかもしれない。で、構えて、もう一枚ぐらい来てもおかしくないけど、来るな。オッケー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 。で、次のエリア、そうだ、この上だね、真上だね。ちょっとまだまだリスポーンというかエリアの把握ができてないですね、僕ね。ちょ、思い切って登っちゃってみていいですか？よし。で、絶対2階いるよな。リロードしておこう。2階のこの窓、来ると思うんだけど。今いた、今いなかった？気のせいかな？いや、先にちょっとミサイル落としちゃおうかな。ふぅー、ポン、ポン。1枚しかやれずに、全然映ってないな。はい、大丈夫か、大丈夫か、味方。生きてる、生きてるけど。ここは一気に行っちゃおう。お、なんだ、すごいとこにいる。残念、こっちっしゃー。トロフィー焚きつつの、登ってくるかな、来るかな、来ないな。いや、絶対来るで、一人ぐらい来ると思うんだけど。あ、ショットする。ほら、来た。うわ、まだあの人、最奥に、最奥の部屋にずっといるな。やばい。リスポーンが変わっちゃったかな。やばいやばい、燃える燃える。おお、おお、4枚。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。まだ奥で湧いてんのかな、これ。何も見えない、ま、燃えてて。多分奥で湧いてますね。この3発使い切りたいけど、エリア入ってきてくれないかな。さすがに警戒してるか。やばいやばいやばい。味方に引っかかる、ウォーマシンが。お、よし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 。使い切った、使い切った。しっかりと、使い切ろう。で、奥詰めちゃって、こう構えていこうか。V トルエスコート出たよ。まだいるね。危ねえ、それは強い。これ、たまーに伏せ打ちを使う。たまーに使うとね、刺さるよね。トロフィー焚いてあげよう。で、ミサイル落としちゃおうか、まず。おう、ここ全然当たらないな、ミサイル。1枚。映らないですね。こんなに映らないことある？このエリアな、センターから丸見えなんだよな。やばい、挟まれてる。ここと、上もいるな。どうしようかな。点乗りつつ挟まれてる。厳しい、これは。よしよし、次奥だね。 V トールエクスコート呼んじゃってもいいな。ちょっとバレにくいとこで。チョッパーガンのと違ってこれ操作できるんですよね。自分移動できる、自分で。よし、1枚、2枚。当たらないか。お、こっち湧いてる。あんま映らないね。部屋の中入っちゃったか。出てきてくれないで、全然出てきてくれない。もしもーし。オッケー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 。おらおらおらエイムラって関係ねえぜ。あれ当たんないんだけど。どこにいるんだ、これ。え？え？当たらない。あ、これか。まだエリア乗ってるやついるな。さあ、ちょっと反対レーンから。ここか？あ、ここだ！いいね、いいね。リスポーン変わったんじゃないかな。変わった気がするな。あ、終わっちゃった。よしよしよし。まあ、十分使った方でしょう。もうなんで今の負けちゃうの？ええー、待ってくれ！こんなに負けてたの、僕チーム。嘘え、V トレスコート出してたからさすがに、勝ってるもんだと思ってた。待って、その赤点だけやっちゃおう。これだけやって下行こう。あ、でも味方やってくれた。ナイス、ありがとう、ありがとう。わーお、めちゃくちゃ湧いてる。うん。これ飛び降りてくるんじゃないかな。どうだ？
来ないな。で、大体2回来るよね、まず。あ、待って、上にいるじゃん、これ。で、次のエリアここだから、これぶっ倒しておこう。これぶっ倒しておいての、登ってくるかな？いないね。視点は OK。フラグも入れちゃおう。トロフィーたまんないかな。絶対ここ、絶対登ってくるよね、一人は。手前からだ。ショットガンっぽい。危ない、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 危ない。もう一枚来た。これは一旦引こう、一旦引こう。わあ！わあ！わあ！ああ！待って!C4 は無理だー。よいしょ。トロフィー、はい。先にトロフィー投げちゃう。絶対こっち側いるでしょ、一人ぐらい。ほら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 。で、赤点出てるから、この人やってから、おお、惜しい。ああ、なんで、なんでこんなに点差が縮まらないんですか。僕が弱すぎるからですか。ああ、やばい。厳しい。今日も厳しい。どうしようかな、もう。これはもう一回 V トルエスコート行くしかねえ。よし、行くぞ。ジェットストリームアタックだ。なあ、どうしたどうした。落ち着け。よし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 。こっちいる、こっちいる。角はいないいないいない。あ、飛び降りた、飛び降りた、飛び降りた。オッケーオッケー、カットしてく。奥空いてるぞ。うわぁ、あの頭し難しいな。ちょっと一気に詰めて。椅子取れるかな、これ。うわぁ、厳しそうだな。厳しそう。厳しいな。よっこいしょ。お、今日はすんなり登れた。お後ろ、おお、生き残っていく。スティームショットで回復している。で、か、決めセムテックスして。で、上だろうな。これ上だな。いや、どうしよう、これ。どうするこれ、もう。行くか行くか、行っていいっすか。行きますよ。行くぞ。2枚体制で見とった。あれ？待って、時間が、嘘、タイムアップになる？いやー、トロフィー焚かれてるし、じゃあスモークも焚かれてるし、行くしかねえ。こっちからゴリ押すしかねえ。で、リロードして、もうすぐ行くしかない。こっち向いてないことを祈る。で、ラスト。え？あれか。よしよし、で、地点取りつつ、トロフィー焚きつつ、多分味方こっち来るぞ。で、もう一枚いましたね。で、こうスライディングで飛び出して、倒したかったな。いや、マジで。次のエリア多分こっち側、僕が今湧いた側だと思うから。これいける？無理だー。無理だー。よしよしよし。ここは大丈夫。敵のナパームかな、これ。ここに落ち。やばい、誰か触って触って。触ってくれー、頼むー。これは、まあ僕がちょっともうちょいエリアの方で戦わないといけなかったかな。いや、まさかタイムアップになると思わなかったな。じゃあ皆さんもね、良い感度の旅を、というわけで、お疲れ様です。よかったらチャンネル登録、グッドボタンしてくれるとモチベーションになるのでよろしくお願いします。